テゲテゲーミングのお時間です。今週もですね、先週に引き続き池の上ちゃんとこの方と対決してます。皆さん、鹿児島にやっててほしいオンリーダーの田上隆です。感謝よろしくお願いします。お願いします。今回のテゲテゲーミングはヒバレユナイテッド桃鉄対決2、ベイリーグとコラボした桃鉄対決もいよいよ最終決着。果たして勝利を収めるのは誰だ。私たちがお邪魔しているのは鹿児島市にあるユナハン鹿児島ユナイテッド FC のオフィシャルカフェ。1988年ファミコン用ソフトとして第1作が販売された桃太郎電鉄シリーズの最新作、桃太郎電鉄昭和平成令和の定番。サイコロを振って目的地を目指す定番のボードゲーム。今年7月から J リーグとコラボ、一味違った桃鉄が楽しめる。今回の対決は3面決戦。最終的に総資産額が一番多いプレイヤーの勝利。田上さんが勝ったら告知タイムゲット。最下位の人はユナハンをお片付けしてもらいます。対決ルールとして赤マスに止まったらそこからリンゴ神の口真似をしてもらいます。青マスに止まるか目的地に一番乗りで解除。前回3連続ゴールでぶっちぎりの総資産額の田上社長に対してとんでもない負債を背負ってしまった池の上。ちょっとなんか申し訳なくなってきた。2年目の5月からご覧ください。行ってみましょうかね。目的地から一番遠い田上社長、カードを使って あえて池の上の近くに行く。行きます。いやマジでこれでも勝てますから、もう本当に。いや変な人絶対嫌だよ。あそこ新幹線、もう私はもういっぱい使って早くゴールして借金ゼロにしないと思う。うわやだ。うわこれは友達が増える。ちっちゃくなればいいね。キングゴミリコ社長にどうなの。いやこっからさらに借金が増える池の上社長。であればでもどこまで目の前通ったんだけどな。ちょこっちにカード欲しいんで。あーなるほど。確かにカードがね、はい、やっぱ重要なのよね。カードが重要ですから。オールロックカード。よし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 、素晴らしい堅実ですね。カード売り場によって借金を帳消しにできる特製霊カードを手に入れた A 特社長。レカードの方がいい。よし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 。ようやくキングボンビーの悪夢から解放された池の上社長。あれあと何場所ですか。あと僕はまだ56あるんで、すいませんちょっと飛びます。テレポートします。目的地に一番近いのは A 特社長。ゲーム的にはお任せの方がね楽しいですから。もうね、番組のことをすごく考えてくださって。いやちょっと余裕があるというか、はい。わありがとうございます。わあすぐ近くや。借金をゼロにしていい？借金ごめんね、今使っていい？使ってください。もうこれ以上またなるのかな。素晴らしい。うわー全然やりました。借金が帳消しになった。ああ大丈夫です。で楽しくしないといけないですよね。ちょっと私がちょっとこのさかぶる気味が取るが取るが取るが。おわ17惜しい。1個多い。田上社長からボールを奪い目的地の3マス手前までやってきた。おあオッケー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 。地道に向かいます。2クラスだ。あ夏は、ね、大きいから、ね、夏はいいですね。任せてください。私はサオ出しますから。おおあそれでゲームを使えばいいんじゃない。確かに楽しくしないといけないですもんね。そうですよ。ちょっと
を使って先に永徳社長にゴールされてしまうと勘違いした田上社長、カードを破壊することに。消えろ、カード消えろ。砕け散った。うわー、くそ。オッケー、カード、よーし。いやらしい、殺した殺した。あ、特製レコード、この場に行くぞ。ひどい。やだー。永徳社長、ゴール。素晴らしい、素晴らしい。しかもボール持ってるから、ね、ままだ。あ、そっか、4倍だ。やった、4枚24枚。うわ、でかいっすね。次の目的地はダイナーレ鳥取。唯一鹿児島に6点決めたチーム、ユナイテッドの前監督をされてたキン・ジョンソン監督が今いらっしゃるチーム。なるほど、強いですよ。そうです、そうです、はい。またもビッグボンビーに取り憑かれた池ノ上社長。さっきも70何億だったんだ。田上社長、4度目のゴール。すげえこの空気。うわー、楽しいな、桃鉄。おお、次の目的地はセレッソ大阪。結構いいとこいるんじゃないの私。じゃあ皆様、はい、行きますね。出そう、しかも出そう。いやー、さあ、いやー、ありがとうございます。お、足りない、全然足りない。初めてゴールできた池ノ上社長に、さらに。あ、毛が生えた。ところで、なんかいいこと。勝てるためにセカンドルームのリプをかけてくれました。セカンド苦しみ。え、もしかして。すごい、ジェリーゴマン大好き。金をゼロにするために。社長、ゼロになった。え、カラズミでいいですか。そうです。なんでそんな悲しいこと急に言うんですか。何、何、スペシャルコード取り付いてしまうの。次の目的地は愛媛 FC。 ちょうど間ぐらいじゃないですか。そうですね、はい、確かにしましたからね。冬じゃないんで。ビッグボンディに取り付かれた田上社長。ほらほらほら、3000万だね。いやいや、こっからですから。こっからだよ。これはでもまだだ、2ビッグだよ。あ、マスク面白くないな。ありがとうございます。面白くない。ボビー戻りました。あ、持ってる、持ってるな、持ってる。3ヶ月後、またもビッグボンビーに取り憑かれるも。ラスカ面白くないな。あー、ありがとうございます。何も取られずに済んだ。すごい踊るね。モデル男、なんか田上さんに着いた瞬間にちっちゃいの。踊るよ、私。なんで、これは。あ、お、ゴールするの。永徳社長、2度目のゴール。え、ボール持ってる、しかも。あ、やった、25億円。うわー、これは大きい。やったのー、氷したから。次の目的地は FC 馬鹿。近かったですよね、ここが。馬鹿、馬鹿、うん、近い近い。元日本代表の岡田さんがあのコーディネートしてるチームでもあって、へー、はい、すごく魅力いっぱいのチームですよ。この後はついに決着。資産がずっとマイナスの池ノ上社長に記念仙人が現れた。10回目じゃん。ほうほうほう、小遣い、すごい。2億以上いただけたら助かります。くれるんじゃない。うん、うん、消した上にお小遣いもらえるの。え、ゼロになって。うわー、すごい。ここに来て3年目の冬にして初めてプラスになる。おめでとうございます。おめでとう。よかった。あと1でゴールですからね。スペシャル。いやー、よかった。彼がゴールしてくれる。彼、あ、確かに僕は先でした。忘れてた、カード持ってます。池ノ上社長への忖度なしに勝利にこだわる田ノ上社長。いやー、ありがとうございます。5度目のゴール。なんていうかさ、次の目的地は福島ユナイテッド FC。 あ、どういうチームですか。福島ユナイテッド FC は唯一ユナイテッドがつくあの J リーグのチーム、鹿児島と福島なんですね。だからこう勝負するときには赤と青、赤と、まあ、ネイビーでユナイテッドダービーを熱く繰り広げる。あ、初めての買い物。初めてのお使い。買っちゃい、買っちゃい。わー、買い物ができる。すごい。うわー、す
すごい、本当にもうすごい、すごい、すごい、幼稚園生ぐらいに見えてきましたよ。可愛らしい。1億2900万リアル。いやー、おめでとうございます。嬉しい。で、なので忘れてくださいね。忘れてくださいよ。3年間が終了し、結果発表。あ、やばい。いやでも、もしかしてがある。いや、わかんないと思う。ああ、最後、追い上げたよ。あ、いやあ、まあでしょうね。まあね。うわあ、鹿児島ユナイテッド号、すごい、素晴らしい。あ、まあ確かにね、ね、ユナイテッド号が勝ったっていうのがまたいいですよね。では、田上さんが優勝ということで、ね、告知お願いします。ありがとうございます。さあ、告知ということで、ホーム最終戦が11月13日13時キックオフで白波スタジアムにて行われます。ぜひ皆さん、たくさんの応援よろしくお願いします。ありがとうございます。面白かったですね。いや、面白い。普通のちょっとあのね、あの目的地が確かに分かるチームとかだったりしたから、ね、ここはちょっとなんか、ね、ここならではですよね。すごい面白かったですよ。面白かったけど、けどね、僕は面白かったです。ま、私もまあ、あの普通には楽しめたかな。あ、よかったです。あの、じゃあ今から片付けあるんで、ちょっと早めに。ちょっとここ片付けなきゃいけない。なのね、なのね。お片付け開始。まずジャンル何出しよった？ジャンル、あ、じゃあもう一回出してジャンル出しましょうか。え、これジャンルってサッカーに関するジャンルのものじゃないんですか？サッカー以外が8割ですね。マインクラフトとかも絶対関係ないじゃないですか。あー、鹿児島偉人カルタだ。あー、それ面白いんですよ、ね、ちょっと上げてみます。あ、それ片付け進まないどうしようかな、マジで。いや、ほんとそうですよね、一回ほんとに。まだあれがすごいクラウドファンディングが。次回のテゲテゲーミンでは、まるで本物水族館で魚カルタ、テゲテゲーミング初登場の2人と釣りガール上園アルミがちょっと変わったカルタで対決。お楽しみに。